外口卵は、日本の政治家、保健師、看護師、衆議院議員、社会福祉法人理事長を務めた。1960年、東京大学医学部衛生看護学科卒業後、同大学の助手を経て、1968年、国立武蔵野療養所看護部長に就任。翌1969年に渡米し、ボストン大学に留学。 精神疾患を抱えたベトナム機関兵の看護などに当たったという。1971年に、同大学大学院看護学部修士課程を修了。帰国後の1973年、東京都精神医学総合研究所医療研究室、主任研究員。1985年、同研究所副三事研究員。1989年に退職。 東京大学で指導を受けた金子光にスカウトされ、市民グループの指示を受けて、翌1990年の総選挙で、旧東京4区から無所属で立候補した。すでに日本社会党の党員であったが、同じ選挙区で沖田正人が公認されており、自身が新人だったことから、党の公認は得られず、推薦を受けて、選挙活動を行い当選。 当選後は同党に公認された。国会では障害者や子ども高齢者の福祉問題に取り組んだ。1993年の総選挙では、土井高子らと共に、五権の姿勢を強く打ち出して、自治郎以外の労働組合からはほとんど支援を受けられず、日本新党に票を奪われ落選。村山富一が、 総理大臣就任後の初心表明演説で自衛隊合憲を表明したことを受け、1994年7月21日に社会党を離党した。政界引退後は1989年に設立した新宿区で精神障害者の支援をする社会福祉法人輝き会理事長、地域ケア福祉研究所長として活動に取り組んだ。 2020年4月、理事長を退任。ありがとうございます。